国道147号、148号起点長野県、大町市大国町交差点国道147号、148号起点長野県、大町市大国町交差点での0キロメートルポスト国道148号終点新潟県、糸井川市横町交差点付近国道148号は、長野県大町市から新潟県糸井川市に至る一般国道である。 国道147号などと合わせて、松本市、長野県南部方面と、糸井川市、及び、富山県、石川県など、北陸地方とを連絡する道路である。ほぼ全線が、鉄道の JR 大糸線や、日本海へ注ぐ姫川に沿って並行する。北陸自動車道の糸井川インターチェンジと、長野自動車道の安曇野インターチェンジの間を結ぶ、最短連絡路線で、 北陸と関東を結ぶ産業、経済を支える主要な幹線道路に位置づけられている。また、長野県と富山県は隣接しているが直結する道路や鉄道がなくアクセスできないため、当線の糸井川経由が最短ルートとなる。古くは品濃国に塩を運ぶ重要な街道であったことから、塩の道とも呼ばれた。新潟県糸井川市大所根小屋の区間は、防雪の道として、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されている一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り古くから越後の糸井川地方と新州の関係は深く海産物などの流通路いわゆる塩の道とも呼ばれる戦国街道で結ばれてきた行商人が塩や 星王などの重荷を背負って歩き、谷を遡って、峠を越え、冬は雪崩に遮られるなど、難所続きの道であった。明治時代に入ると、馬車道としての改作が望まれるようになり、1892年に、潮の道に変わるルートとして谷を流れる姫川沿いに、荷車や馬車が通行可能な、平坦な道が完成する。しかし、厳しい地形を縫う、この道は、 の旅に落石が相次ぎ冬季はなだれが谷を埋め尽くしてしまうことから12月から4月までの間は一切の交通が途絶えた戦後の1953年にこのルートが二級国道148号に指定され日本の高度経済成長とともに自動車交通の激増により改良事業が推進されていき姫川にかかる吊り橋の掛け替え事業や 交通難所のトンネルの建設、大規模なバイパス道路の開通が行われてきた。防雪設,設備の整備は、石棺法の制定により、雪崩防止策や擁壁が当初設置されたが、その目的が果たすことができず、1961年より、スノーシェットの整備が着手された。以来、スノーシェット設置の進捗状況により、 それまでの冬季における除雪が一部区間に限られていたが整備の甲斐があり、1980年に全線の完全除雪を達成した。だが、翌1981年は豪雪により、70日余りの通行止めを余儀なくされることとなる。以後、豪雪施設の整備がさらに推進され、冬季通行止め日数は年々減少し、1986年以降は、 小規模のなだれの発生はあるものの冬季通行止めは1日もなくなった。1995年は新越地方を襲った集中豪雨により7.11水害が発生し、国道148号は未曾有の被害を受けることとなった。しかし、1998年の長野東急オリンピック開催までの間に整備を進めてきた改良工事も強用され、 災害復旧も深刻海峡を除いて完了したことにより、オリンピック会場への連絡道路としての公用を果たしている。原道である国海峡と旧道の副道長野県内、小谷村中小谷兵の下里瀬から、北、小谷まで、下り瀬、中土、平荘、外沢とトンネルが続く。小谷村の原道は、小谷道路といい、深国街道のバイパスでもある。 北、小谷を流れる姫川には、小谷橋が架かり、沿道に、道の駅小谷がある。この付近では1995年の7.11、水害の際に損壊した、スノーシェットが、道路脇に今も残る。長野、新潟県境にかけて、塩坂トンネル、湯原トンネルをくぐると、神原沢に架か,かる国海橋を渡り、新潟県に問川市に入る。 新潟県内対象トンネルをくぐり、平岩集落より北側にある、姫川渓谷沿いは、スノーシェットの連続である、県境の糸井川市対象から猫屋までの約 15km 区間にある、防雪施設は、スノーシェット、流れ防止策が続き、他にトンネルがある、大町バイパス、大町バイパスは、国道147号とまたがる、国道148号起点の、 大国町交差点から南下流馬交差点までの旧道は2011年4月に国道指定が解除され、長野県道31号長野大町線の単独区間となったため、大町バイパスが現道となった。地域高規格道路トンネル、編集橋梁、編集道の駅、編集白馬村内を走る国道148号新潟県糸井川市、姫川沿いの道門郡松本市より、 北は広々した平坦地が続く安美ので、信濃大町を過ぎて、信濃川水系の高瀬川と姫川の分水量となる佐野坂峠を通る白馬村付近では、北アルプスの山並みが大きく迫る眺めが見られる。沿線は北アルプスの山岳の人や温泉宿、リゾートホテルがある温泉地が数多くあり、多くの観光客で賑わうところである、オリンピック会場にもなった。 白馬や八方尾根周辺はスキー場も多い。長野県内起点の一中東交差点は大町バイパスの途中交差点となっている。大町バイパス終点の南狩馬交差点を抜け、少し走ると左手に西品参考を見て、大町市と白馬村の境界をまたぐ助の坂峠を越える。峠を過ぎ、北鼓郡白馬村より北へは、姫川の流れに沿って並走して上城まで。 長い下り坂となっている。左手には、北アルプス白馬連峰を見ることができる。白馬の市街地を過ぎると、姫川沿いに出て、深い谷に入っていく。北安住郡小谷村に入ると、道路の線形性は悪くなる。小谷の中心である宇宙を通り、下里瀬に出る。新潟県内長野、新潟県境はトンネルが続き、平井集落に出る。平井交差点を右折すると、 国道148号の旧道となっており、平岩駅、姫川温泉、白馬大仏、葛葉峠へ行くことができる。平岩を通過すると、姫川渓谷沿いを走る。小滝まで出ると、谷が開けてきて、糸井川の街を見ることができる。北陸自動車道糸井川インターチェンジを過ぎ、左手に、明星セメントの工場を見ることができる。越後ときめき、 鉄道日本海避水,水ラインを渡ると、糸井川市街地に出る。終点の横丁交差点にて、国道8号へ接続する。交差する道路長野県大町市長野県北安住郡、白馬村長野県北安住郡、小谷村新潟県、糸井川市、ありがとうございます。